2021年10月18日、今を生きる僕の証としてこれを残す。こんばんは、フォールです。今日は外に出た時に思ったことがあったので、そのことについてここに残しておきたいと思います。本当にさっきちょっと外に出ていたんですけれど、なんだか悶々としている毎日の中で、それでもなんか少し外に出てみようと思えたので外に出たんですけれど、もう10月の後半に入ってきて、風も冷たくて、空もあっという間に真っ暗になってしまっていたんですけれど、ふと上を向いたら本当に昼間のような青空が見えたんです。なんでかはわからないんですけれど、周りが黒い森のようなところだったからそう見えたのかわからないけれど、その真っ青な空の中に一つだけ小さな星が輝いていたんです。なんかそれを見たときに、あ、今日いい日になったなって、ちょっとだけ、本当にちょっとだけなんですけれど、そう思うことができました。今日はそれをここに残しておきたいと思います。ではまた、おやすみなさい。バイバイ。